のびさん、こんにちは。とりあえず9月10日木曜日に褒めるだが撮っていきたいと思います。今日てっきりね、深夜にトミックスの公式情報出るのかなと思ったら、もうね、詳細情報の方が、ちょこ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 出てるよね。出てなかったらちょっと困るけど、多分出てないな。あー、まだ出てねえのか。まあいいや。いつもみたいにこの深夜に出てくるそのケースとかの案内、それがまだ出てないんですけど、ちょっとお待ちくださいね。どれだっけな。それでね、これ、こんな感じで PDF 情報の公式が出た後、まあそのね、メーカーの説明案内っていうのが出るんですけど、先月だと、この辺だな。あ、先月こんな感じですね。先月こんな感じで、まあ PDF 情報がポコポコポコって出てきた後、まあ、こういうふうにね、メーカーの説明案内ですっていうのが出て、深夜にね、まあこういう、全部の一覧がブワーって出てきて、出てくるんですけども、まあとりあえずまだこの公式、こっちの、製品情報の方が記載されてるっていうデータがないんで、こっちがあるとね、結構楽なんですよ。どういう感じのケースで発売されるっていうのがわかるんで、例えばこんな感じで、前回の103系のカナリアだったら、まあ基本セットが、ブックケースで、造結セットが紙箱みたいな感じで、こんな感じでね、わかるんですけど、今回まだその、情報までは出てないんですけど、まあ、とりあえずね、めんどくさいんで案内していきたいかなと思います。で、今回ちょっと、鉄コレの方も気になるなりますんで、案内していこうかなと思います。というわけで、まず、気になる PDF 情報全部いきましょうか。ってわけなので、なんかこのタブレット調子悪いな。じゃあまず銀河、これ出してるか。まあ、とりあえず銀河いきます。ウェスエクスプレス銀河、これでもそっか、さっき案内してるから別にそこでもないのか。まあ一応ね、こんな感じで、ドア間の彩色、号車番号など、まあ、全部印刷済みと。なんかこっちで、そっか、付属品ってこれ案内あんのかな？ちょっとお待ちくださいね。付属品の案内もね、ちょっとないとめんどくさいんだよな。多分ねえな。あー、そうですね、ポイント情報だけだから。いや、大丈夫そうだな。あー、でも。ちょっと待ってください。一応これ前回ので見ないと俺もわかんなんかいまいちわかんないですよ、トミックスって。なんかバーバーバーってなんか3回ぐらい出てくるから。よいしょ。とりあえずこのクソタブレットがもう機材の調子が完全にいっちゃってるみたいなんで。多分ぶっ壊した方が早いのかな。前回の例でいくとカナリアでいいか。一応メーカー詳細説明でいいのか。メーカー詳細説明で、早く動けっつうの。こっちすかせんか。そうだな。そっか、付属品の案内がまだないのか。多分そうなるよな。で、こっちの多分深夜に出てくる詳細説明で、多分付属品等が出てくるはずなので、すかせん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 。そうですね。付属品とかは多分、スカセンの、前回の例でいくと、まあ多分深夜に追加で出てくる情報なんで、まあ今回はちょっと軽くバーって全部だけ案内して、で、さばきたいかなと思いますね。ってわけなので、で、この後、明日にでも、まあ公式、追加情報だけね、ポンって出しますんで、ちょっとお待ちください。ってわけで一応全商品の案内だけバーっていきましょうかね。で、さっきの、あれか。エクスプレス、ウエストエクスプレス銀河と。こちら、まあ前面のね、ヘッドマークとヘッドライトなど、まあ特徴ある再現をして、おでこのね、ヘッドライトも増設と。で、テーブルランプも点灯式。で、トイレタンク等も、新製品と。で、AU75 時クーラーが全車造成で、やんちゃん紫の姿を再現と。すごいっすね。見てることねえんだよな、俺、この車両まだ。なんかもう、なんだっけ、試作、試乗会かなんかも行われてるらしいですね。なんか YouTube で、マスコミの方が試乗会乗ってるのは見たんですけど。ちなみに、先頭車がグリーンシャツ感なんですね。黒ってこと。まあ、7、でもそうですね、6両で27,200円。あれだな、京都色いくらだっけ？京都色。あ、福知山色か。こっちが6両ベースでお値段23,700。まあ、ちょっとやっぱりラッピング等だ、ラッピングというか、まあ、特別車だけあって、ちょっと高いって感じですかね。まあ、一応そんな感じか。まあ、117系、こっちが、117系3番6番でいうと。まあ、福知山色ですね。確か俺、加藤の持ってたよな。車番、車籍表がちょっと、あった。確か加藤のやつ1本持ってて、あった。
そうですね、福知山直、10168っていう過去の9製品持ってて、その時の編成番号 S04 ですね。まあ、今回は車番がね、インレタ式ってことなんで、まあいいんじゃないですかね。で、ちなみにこれ画像を見ると、団体になってんのか。一応今回団体は付属しないみたいなんで、どうなるんですかね。まあ、見物じゃないですかね。で、一応今回ね、軽阪神カラーも出るみたいです。これ後で案内します。で、一応下ですね。キャ143型2両セットがリニューアル。これもともと客車なんですよね。50系のあの赤い客車だっけ確か。すごいですね。50系客車がディーゼルカーになるんですからね。客車が電車か。てか、そう考えるとこいつあれか、そうか。こいつって確かあれだっけ SL 銀河かなんかだっけ違ったっけなんか東北の走ってるなんか紺色の、なんか、SL に惹かれてる客車って、なんか種車こいつだった気がすんな。すげえな。だから客車がディーゼルカーになって客車になったんだ。バーすごいこと。バーケモンっていうぐらいすごいこと。で、一応こっちの方ね、まあ、こんな感じですね。まあ、車番はインネタで、対応と。で、次。九州新幹線ですね。まあ、ピクサーのラッピングと。まあ、一応ね、今週の土曜日から、あさってですね。あさってからまあ、期間限定のことなんで。まあ、ちょっとね、土曜日になったらどうせ鉄道マニアの方とかバーって言って、YouTube にどうせ動画出てくると思いますんで。まあ、それでね、動画見てね、他の中間車のラッピングとか、まあ、ちょっと見てみたいかなと思いますね。まあ一応今現在ですと、確かそれあれなんだよな。過去にトミックスがデータ出てたんだよな。一応こちらですね。豪華価格、プロジェクトじゃん、キャンペーンピクサーと。まあ一応ね、こんな感じで、まあポスターデザインがね、こんな感じなんで、もしかするとね、N ゲージのケースもこんな感じになるのかなって期待してるんですよね。トイストーリー、カール G さん、ニモ、モンスターズインク、ウォーリー、これ知らない。で、カーズと。まあそうですね、俺の時代は、まあ俺の世代って言うと多分まあカーズとかトイストーリーとか、まあニモも知ってる方いるんですかね。俺はどちらかとここ4種類かな。両端の4種類で。まあ上から博多、佐賀、長崎、鹿児島地方、宮崎、大分、熊本と。面白いですね。ちなみにこれは何のロゴなんだ？トイストーリーの T に？なんかに三角に？なんかになんかになんかになんかと。これは何なんですかね？7つの県なんだ。ああ、なるほどね。福岡県の大体の形を、福岡県じゃない。九州地方の大体の県を、まあ、参考に、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島か。ああ、これじゃあ全部県の形なんだ。なるほど、なるほど。結構面白いですね。一応ね、まあ、あさってから、来年の1月末まで、まあ、運行ってことなんでね。まあ、GoTo キャンペーンで行ってもいいと思うんですけど、めんどくせえんだよな。あんまり遠出したくないからな。電車にしてるんで。キャパーしたら行かないんでね。一応今年の冬にはね、プラレールでも出るみたいですね。ちなみに試作品か。あー、まあまあいいっすね。ちなみに、3000円たっけ！たっけーな、番犬。さすがディズニー。まあでも前回のミッキーマウスだけで3万円と比べると、まあ今回もね、一応お値段同じ3万なんですけど、俺は前回のに比べたらまだこっちの方が好きかなって思いますね。そうだね。なんかでも前回のミッキーマウスもあんまりなんか正直個人的には好きじゃなかったんだよな、そんなに。まあでもそうですね。今回のはありかなと思いますね。まあただ俺が、でも多分ね、でもさっきのポスターが丸々ケースになってくれたらありがたいって話なんですけど。どうなるんですかね。まあちょっと見物かなと思います。で、次。次 EF80G ですね。多分桃太郎も。わー、違った。朝風が出てきた。てっきり俺あれ？あ、そうか。あ、EF81 ってそういうことか。客車じゃなくて機関車ってことね。はい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 。意味が違った。歌詞じゃなくて客車ってことになりました。ちなみになんと速報、EF66 型電化車、新規制作で再登場。詳細はご案内までご期待ください。ふざけんじゃねえ。さっさと案内出せばあかん。てか、それでさ、朝風ってやめね。ブルトリン朝風再始動、24件2乗低下番台は76件当時新大客車。1987年朝風15がグレードアップ改造を起こされ、外観の部が金色さんも戻りました。ソハネ25700、2人横してデッドとして登場。オハネ27700は4人横つかれてデッドとなり、ましたと。で、テーブルランプは、特徴のオリエント食堂車など、これがオハ24700だっけ？違ったっけ？確かオハ24っていうのがあるはずなんですけど、どっかに。オシ24か。画質が悪いんじゃない？そうですね、多分オシっすね。あれ？なんかなかったっけ？オリエント食堂、そのままオシなのか。そっか、なんか昔オハってやつもあったんですよね、富士ブサ用には。ちょっとこの半分で画質がいい悪いったら、あ、動いてくれた。まあそうですね、そんな感じか。今回は単品ではなく全部、あれなんですね。珍しいね。だいたいこういう時って基本セットだけ出して、例えばこう、オハネフ25とか、オハネフ25とか、全部単品で出してくると思ったら、
ちなみに計算すると、まあ、オハネフ25、1台しかないんで、あれなんですけど、まあ、大体オハネが大体1両2000円くらいなんですよ。で、オハネフが1両2500円くらいなのかな。そう計算すると、まあ、ざっと見で、6台が1万2000円で、2万5000円なんで、ちょっとね、造形数とか、1、2、3、4、5、6、7、8。だから7台が2000円、1万4000円。どうなんですかね。オハネっていくらだっけな ?1600 円だっけ。あんまり覚えがねえんだよな。ぶっちゃけそこまでね、トミックスに関心を持ってないんで、ちょっと待ってくださいね。一応ちょっと似たような感じのちょっと探してますんで。トミックス、オハネ、25。確か前回かな?確か北斗星かなんかが先月か先々月案内されたときに、確か再生産食ってるはずなんですよ。先月だっけな?去年だっけ?なんか忘れたけど、確かね、0番台と200番台のオハネフだけは、何台か再生産食ってるはずなんですよ。ちなみに北斗星用のオハネ25は、1両が1700円。で、オハネフ25が、あった。オハネフ25、0番台。こっちが1両1900円か。だから、まあ、1700円だとして7台か。まあ、1万2000円か。1万2000円で、まあ、ちょっとそうっすね。セットで買うと、高いのかな。どうせならバラにしてくれた方が良かったかなと思うんですけどね。まあ、一応今回の、朝風。まあ、一応ね、オシも含めて、東京島根から66、そして、島根から博多まで、まあ、パイチがケインと。で、ヘッドマーク掃除機シーンで、1990年朝風1545が廃止。D84 型、0番台から12が登場。へぇ、そうなんだ。インサイドヘッドマーク、朝風、おぉ、はやぶさ富士は欲しいな。はやぶさ富士は欲しいなって、もうすっげえ言い方だけど。とりあえず、インサイドヘッドマーク付属、朝風、みずほ、はやぶさ富士。で、車体側面の機器搬出口を再現。そして、H ゴムがグレー、屋根上機器、パンタの、下屋根部分はグレー。運転室がシースルー、全面ディスリー、別パーツ付属。開放デコは装着済み。で、J ロマークメーカーズプレート印刷済み。で、ナンバープレートは別パーツで409、10、12、14と。で、ヘッドライトは上点とロンスイッチ LED と。で、M13 モーターでダミーカプラが付属。で、過去の日は生産中心となりましたと。で、今回のシンダレシの特徴。今回一応ね、後で追加情報ね、案内しますんで、今回ざっとでいきたいと思います。まずこちら、24件200番台のグレードアッパー、朝風を再現と。H ゴムがグレー、オハネ F25 はテールライトとトリマーゴムスイッチ付き。オハネ F25。オハネ25、オハネ25は、ベッドシートパーツも、端っこバタクリコ実行電源再現。で、JR マークは、印刷済みと。で、新種電、クルールサインで、過去の品は生産中止。で、カニン24、100番台、こちらもトレインマーク朝風印刷済み、オハネ25ともにと。で、こちらもテイライトトレインマークは、白色で点灯と。なるほど。そして、オシ24、700、テイルライプが点灯式。オハネ24、700は、オシ24、700型クールは別パーツ化。で、カニン24、100番台、エンジンを再現したシートも採用。で、オハネ25、100番台はダミーカプラジャンパス装着済み。で、これに合わせて多分ね、アーノルドカプラー対応の台車パーツとね、何かが付属すると思います。これはちょっとね、この後の製品発表までお待ちください。そして、98のリクについて、オーネジーが版ではライト基板トレインマーク印刷なしで、車版は転写シート対応基本セットのものを使用してくださいと。うわー、今回車版って基本セットのみなの?ちょっとえぐくね?せめて造血にも入れようぜ。まあ、造血のこのモノクラスだけ買うバカおるかって話だけど、多分おらんな。で一応、ここまで見ると、まあ、オハネフ25、まあ、一応、0番台でも100番台来てないですけど、まあ、おおむね100番台、0番台の。まあ、ほんと24件25台100番台と。なんかそうなるとあれだな、個人的にここに来て、金曜日の朝風のリニューアルってね、なんかありがたいんですよ。個人的に。ちなみにね、ちょっと待ってください。オハ24だろ。オシ24か。オシ24、700ってね、全部で3台か4台しかいないんだっけ。確かその気がするんだよな。俺が知ってるのはね、3台ぐらいなんだよな。ちなみにね、朝風の配置ってどこなんだ?あんまりね、寝台列車って詳しくなくて申し訳ないんですけど。多分ね、下関なんだよな、こいつら。多分下関だった気がする。ちょっと今調べてますんで、お待ちください。そうっすね、朝風はもともとは、下関で間違いはないんすけど、一応2008年の時点で下関は全客車が引退してますんで、まあ一応こいつ自体引退したのが94年ってことなんで、どこだっけ?あ、ここか。94年に朝風1545が廃止ってことなんで、94年となると、これ、オハ25って入ってる。オシ24、オロネ25か。これね、PDF 上ってね、トミックスのね、画質がね、ずっと汚いからね、嫌いなんだよね、これ。
星24。そうっすね。星24ねえな。ないな。どこなんだ？乗ってねえんだよな。わかんねえ。あ、そっか、OC24 で検索かけちゃえばいいのか。確かに OC24 700番台なんだよな。あ、700番台いいんだよ。あ、700番台か。OC24 の701番検索。あ、そっか、あいつらそうだ。マッキーは奥に移籍したから奥はさ、あ、奥はアクセスすればよかったんじゃん。失敗した。こいつらあれか。品川に転属してたんだ。品川からじゃ奥に吹っ飛ばされたんだ。まあ、吹っ飛ばされたって言い方すっげえ下手ないけど。品川客車、あ、奥客車区でいいよ、めんどくせえから。奥客車区で、奥客車区で、奥客車区で、あった！OC20、701、234、5がいますね。ちなみにこいつら、94年にやっぱりここにいるな。ってことはじゃあ過去に品川から吹っ飛んできたんだ。あ、そうっすね。1994年の12月、つまりこいつらのダイヤ改正で廃止に伴ったのかな？わかんないけど。とりあえずこいつの廃止に伴い、やっぱり品川から奥に移籍しますね。94年の12月3日付、オロネ4台、オハネ4、3台、で、オハネ25何台か、スハネ25が3台、で、オシ245台、カニ24が4台、あ、4台か。こいつらと全部まとめて転入しますね。ちなみにそれ以降に関しては704と705が廃止されてますね。97年の10月付で。そっか、やっぱりこいつらあれか、一時期の出雲にも使用されてたのか。確かね、このグレードアップ朝風って一部がね、出雲と共通用なんですよ、車両が。確かその気がした。確かね、共通車両なんだよね、一部は。確かその気がしたな。確かに、出雲かなんかでも、その OC24、使われてたはずなんですよね。どうせなら朝風じゃなくて、OC、あれでもよかったんだけどね、ほんと言うと。まあ、あとは北斗星で活躍したりか。多分そんな気がすんな。末期の14系じゃない、24系時代の、確かね、OC ってあるんですよ。確かね、出雲とね、朝風共通だった気がする。まあ、もともと品川客車区なんで、多分共通だったと思うんですけど。いいなぁ。そう考えると、こいつらをバカ買いすれば、いつも作れんのか。今一瞬ちょっと考えたな。でも、出雲ってモノクラスで、オロネが24なんですよね、確か。オロネがね、25番台の出雲って俺聞いたことないんだよな。だから多分ね、めんどくさい。一応ね、オハネ24とかは編成に入ってたはずなんですけど、あ、そっか、あれは銀河か。あれどうなんだろう？オロネ25。入って、あ、オロそっか、銀河は入ってるか。あ、銀河じゃない、出雲か。俺今なんか銀河と出雲がバコーンって組み合わせて、なんかわけあんの見せしてた。いやーでもどうせならこれ、なんで出雲ないのって気がするな。ちょっと出雲が欲しいっすね。朝風何回目だったらしいっすからね。ちょっと待ちくださいね。一応調べるの。確かね、出雲でもね、オロネ25あったんだよな。金曜日。確か金曜日。俺の記憶だと100%金曜日。でね、確かね、食堂車がね、途中で消えたんだよな。一応今回、カニ24が100番台ってことなんで、なおさら出雲作れるんだよな。いやー、ちょっと待って、出雲したい。出雲したいは話が違うけど。ただ全部トレインマークが朝風印刷済みだから、ちょっと厄介なんですよね。なぜ本当に単品にしなかった？悩む。一応基本セットが7両だからな、ちょっと足りないですよね。確か足りないんだよな。確かね、出雲って、定期が9両なんですよ、ピーク時。定期9両に増結3両のはずなんで。ちょっと足りないんだよな。しかも、いつもの場合ってね、オハネ25って別に、100番台だけじゃなくて、結構使われたんですよ、出雲3号、4号。
3で4でか、あ、2で3で確かそんなんすかな、わかんないけど。確かに200番台とか、あの一部、あの金曜日の一部の車両。だから使われてましたかな、100番台のノーマル編成はちょっと厳しいんだよな。多分、わかんねえ。この辺に関してはね、死んでるし、疎いからな、申し訳ないですけど。ちょっといつも作りてえな。まあ、その辺っすかね。で、次。スーパービーを取り越すね。まあ、東京から、まあ、東京とか池袋、新宿から。まあ、あの、伊豆急下田結ぶ。まあ、豪華特急と。まあ、豪華なのかな、俺、乗った記憶ないんですよね。だから、一度ガキの頃ね、新宿行きかな、新宿だから池袋行きの伊豆急下田発の踊り子乗って、スーパービーを乗って、確か横浜で降りたっていうのは、俺、ガキの頃の記憶にあるんですけど、その頃ね、この色だったんですよ、まだ。俺がガキの頃は。2002年。どうだろう。多分、俺多分、まだこっちだった気がする。でもね、俺この色は持ってるんですよね。加藤製2本も。多分買わないかな。一応今回251系、1990年って会社、スーパービーを取り子専用の特急電車。スーパービーを踊り子専用。なんだろうな。嘘なんだよな。この当時はそっか、スーパービーを踊り子専用なんか。あの、末期はあれですからね。こいつ、バリバリライナーに入りましたからね。あれ、ライナーに入ってんよな。まあ、もともとスーパービーを取り子って、この一部の号車しか開かないドアなんですよ。で、全車指定席なんで、その、キャビンアテンダントの方、まあ、多分スタッフの方みたいなのが、まあ、その、チケット見て、で、座席どこですっつって入ってくるんですけど、こいつマジでライナー仕様で全部のドアブイーンって開きますからね。まあ、確かにこの色までライナーは入ったの知らねえけど。でもいいな。まあ一応ね、2002年に2年工事が行われるまでの、このデビュー当時のね、アジュールブルーっていう色とフューチャーグレーで塗装され、まあそのそれらの境界に白帯が入ったデザインでしたと。で、今回こちらのハイグレード仕様で製品化。スーパービューでこう9号車と15車、2階席黒シートの姿も新規製作。まあこの、ほんとデビューじゃないですね。で、全車専用シナイトが標準装備。基本セット続けて重量可能。シートがカラーシートで、またね、この伊豆急線内しか使われないこのおでこの3等ですね。こちらの補助灯も、点灯ができますと。で、トイレタンク別パーツ、シャバンがインネタ、DN カプラ標準装備の、ハイグレード仕様で M13 モーターと。フルセット買ったお値段が4万5000、今4万5000円か。そしてね、今回俺、欲しいのこっちなんですよね。どちらかというとこっちの方が欲しいんだよ。113系国鉄金剛車両製1963年登場。113系でシートピッチ拡大で改良したグループは2000番台。JR 業者の所属の2000番台市一場、東海道線の終了後の2005年より幕張で車両センターに移動し、横須賀市となりましたと。で、これね、前の動画で速攻で出したんですけども、元コトコで横骨にいた K71 って編成みたいですよ。ちなみに K71 って俺作る過程があったっけ？K71 は制作工程に入ってないですよ、一応。一応ね、こんな感じで今回なんとすごいことに、HG ではないんですよ。普通にノーマル仕様。まあ、いつものことって感じで。で、2009年頃の幕張車両センター114番が製品化。運転室用にアンテナとは別パーツ属。で、ヘッドライトエリアと全面表示は上天だけの装備、音声付き。ヘッドライトエリアと全面表示は電気表記で点灯で、H コマは先頭車が黒色、中間車がグレー。で、シャバンジェロマーク印刷済み、先頭部、テールカプラー装着済み。で、フライホール付きの新終電の黒色車輪で M13 モーターで、なんとシャバンが印刷済みと。本当にね、このちまり114番。ドッカ製に、日本車両製造ドッカ製かな。まあ、こいつ自体はね、1980年から81に製造された、まあ、あの車両なんですけど。いいですね。で、ちなみに今回こちらですね。ポイントとしてはまずその1、113系の横須賀市をこう側面も塗装にて再現。どういうこと？今までって違ったってこと？で、その2、クーラーはモハ112のみ AU75G、その他の車両は 75B が装着済み。ポイント3、前面表示は千葉行きの緑色ベースで印刷済み。なんと印刷済みときた。そこは別パーツ付属でしょ。せめてステッカー選べとは言わない。別パーツ付属でしょ。ここはね、トミックスケチっちゃダメ。そういうところケチるからね、ネット対応もありクソメーカーって言われるんですよ、俺に。で、ちなみにこれ、千葉行きの緑色ベースってどういうことかというと、俺ね、千葉の113系は意外と強いんですよ。まあ、俺、できればね、俺これ緑じゃなくてオレンジが良かったんですよ。オレンジっていうのが赤っていうのかな。まあ、一応緑ベースってどういうことかというと、内防線タイプなんですよ。確か。確かね、緑が内防線で、赤っぽいオレンジっぽいのが外防線。だった気がするんだよね。で、あとね、黄色かなんかもあったんですよ。黄色って成田線だっけ？なんかその辺がね、微妙なんですよ。確かでも緑とね、オレンジがあれってことは覚えてますけど、成田線ってノーマルだっけな。あれ何色だっけ？確か黄色っていうのもね、あったんですよ。どこだっけな？鹿島線じゃねえな。あれ絶対違うよ。何線だっけ？覚えてる。確かね、黄色っていう側面方向もあったっていうのは覚えてる。100% うろ覚え。自信はある。そこも自信がある。確か緑が内棒、オレンジが外棒っていうのは覚えてる。それ以外は知らん。
全く思ってすいません。あれね、どちらかというと、まあ別に内房線でもいいんですよ。ただね、どう考えてもね、でもね、ちなみにね、この113系のところって何がいいかっていうと、なんか上からマークシート落ちてきた。何がいいかっていうと、まあ、正直言うと、これ、前面の側面が面白いだけで、側面微妙なんですよ。もともとこいつら自身、ほとんどの試合が横骨とか、まあもともと血まりとか、まあもともと横須賀市っていうのも一部行ったのかわかんないけど、まあもともと横骨にいた人の前でドカンって移籍したんですけど、まあそいつらもともと側面の方向って白地の車両なんで、前面だけが変えられたんですよ、こういう風に。あ、本当に黄色地だった。黄色地が何かね、覚えてないんですけど。でも確か、黄色地ってなんだっけな、総武本線だっけ。確かね、黄色地ってもしかしたらあれかもしんない。調子行きかもしんない。あれ、調子行き確かね、総武本線だった気がすんな。そう考えると。ガキの頃だから覚えてねえんだよな。多分黄色はね、総武線、多分調子行きかな。まあ、総武本線、八幡とか桜とかね、走る。八幡桜四つ街道わかんねえや。すっげえ適当なんですけど。だからね、こういう風にね、前面だけなんですよ、カラフルなんで。で、普通に側面は、なんだっけ、白幕の黒字なんですけど。だからね、前面ケチんな、バカって言いてえな。これケチっちゃダメでしょ。これケチんなかったらね、俺2位買ったな。多分2位買った。どうなんですかね、売れるんですかね、今回、ちまり。ちま、さっきはちまりちまりって呼んでますけどね。まあ、こっち大体本当に千葉市の幕張なんで決まりだったんですけど。どうなんですかね、皆さん買うんですからね。まあ、ちなみに今までその N ゲージで発売されたその千まり専属タイプって、マイクロエースが出したのかな、確かマイクロエースが、分散冷房車でしょ、で、湘南色でしょ、で、鉄火面でしょ、で、多分加藤から出た113系のその4両のセットっていうのが、確か横須賀色はね、この千まりタイプなんですよ。確かそのはず、当時発売されたの。もう、10年ぐらい前から発売されたんですけど。だからね、ちゃんとしたね、やつでトミックスから出るのは何が初なんですよね。まあちなみに何気ながら加藤はね、クーラーとか全部一体成型だから、クソっちゃクソなんですけど。そう考えると、マイクロエースがね、113系最近また、1000番台のチマリ車出してきたんですけど、今回は末期の2000番台ですからね、これちょっと気になるんですよね。まあそんな感じと。で、次。次、マリンライダーですね。ちなみにマリンライナーって5両と6両があるんですね。俺初めて知った。まずこちら。クハ222、そしてクマ223型、スカートカバーが延長された姿で再現。ドライテレート全面表示、上電時間、が、ソビット。で、5000型カー22コンスイッチ付き。ジェルワーク、グリーンカーマクロ、5万件印刷全面表示、印刷パーツ、装着済みと。で、交換屋が付属。で、223の2000番台、そして5000番台の車番がインレタ付属。運転台が伸びテーナカプラーで、電熱付き。あ、HC じゃないんだ。初めて知った。俺、できるこれずっと HC だと思ってた。そして、5100型運転台が TN カップラー電連なし、5100型。あ、そりゃそうだろうな。そりゃそうだろうな。あいつ絶対電連いらねえだろう。で、まあ、フライフつけておくと。で、もう一個の方、セル、ゴリラセットのですね。ゴリラセットのは5000系マリンなし、青帯をまとって、桃太郎とキジの間から新た M3 編成を再現。そしてもう一個の6両セットのは、赤帯を巻いて、桃太郎と猿のマークを洗った M5 編成を再現。エサハ223の2000番台は、窓ガラスがスモークの一時車を再現と。まあ、5両編成、6両セット。ポイント1、セット E は、青帯に桃太郎と生地。今までよ、マリンライナーってどんなに出たの？ちなみに今回こちら、2007年から2010年までのわずか3年タイプなんですね。サハ223、2000番台連携する6両編成って。そうなんだ。初めて知った。まあちなみにこれ、前寄りの三両と後ろ寄りの二両が、まあ西日本から四国からですかね。あれこれ四国でいいんだよね、プロトタイプ車って。あ、そうですね、JR 四国所有ですね。何気面白い。何気面白い。まあそうですね、どうなるんですかね。まあマリンライダー結構ね、中古でも、今安いのかな、1万6000円ぐらいとか。あ、定価いくらだっけ。あ、そうですね、まあまあちょっと安いぐらいか。なのでね、まあ今更ながら、桃太郎、まあマリンライダーか。俺はね、JR 四国は縁の怒りもないですからね。だから本当に JR 四国の車両は俺一台も持ってないんですよね、まさかの。まあそもそも、四国走ってる車両何持ってるかさ、俺高松琴平の車両しか持ってねえから。本当に四国は無縁なんだよ。で、デーテの段違った。やっぱり朱色とこっちですね。オレンジにグレーのあれと。こちら、まず2243の、こちらは、朱色っすね。
運転席、窓ワイパー装備でスノーボード装備した姿、ヘッドライト間の白帯が省略された姿で再現。H 本はグレー、ナンバープレートが、1172-75-56-1556-1565 で、あると。で、更新工事のこちらの方、運転室窓ワイパー装備、スノープロ装備の姿。ナンバープレートが、デーテンが1165-89-1587-614。さあ、所属どこだ？貨物チャンネル。ちなみに過去の品は生産中止品となりましたと。あ、ダミーカプラーがついたけど2000番台なんだ。7000番台でよくね。ちょっと待ってください。一応今、デーテンの、車両一覧表調べますんでね。ちなみに、朱色の方ですね。上から順に行きます。そっか、こいつらそもそもあれだな。デーテンっていろんなところに飛んでるから、めんどくせえんだよな。まず、1172番。こちらは、現在、廃車っすね。車席ないみたいです。スマホの充電が切れちゃった。で、続いて、1175番。こちらも廃車。1556番。こちらも廃車。1565番も廃車と。全部廃車じゃねえかよ。で、下のやつ、1165っすね。こちらは、今現在は愛知と。で、1189が新鶴見。1581が、愛知と。で、1614。岡山っすね。ちなみにこれ廃車になってるみたいです。岡山のやつは。まあ、だから今回一応現役時代で言うと、愛知が2台、新鶴見が1台っていう感じですね。まあ、俺はだからもし買ったら、1189かな。まあ、新鶴見だと、まあそうですね、浜川崎だったり、まああの辺をウルチョルしてる感じになるのかな。まあ、デーテンって本当に、あれですかね、校内の入れ替えとか、そんな感じのやつですからね。まあだから浜川崎とか多分、あれかな、安全とかあの辺にも行くのかな。まあ、ベータン引いたり。その点ではちょっと1581はいいの。俺まだ加藤線のこいつ持ってないんでね。まあ、一応今回ヘッドライト上電の基板装備、温水付き、で、ヘッドライトは電気処理でね、運転指示するダミーカプラのあれと。で、補助ウェイトも付属と。まあ、こんな感じですね。得意すればこんな感じですね。はい。で、次行きまーす。今回一番の問題、こいつですね。200系の軽阪神観光船と。なぜこれがほんとスカイブルーで来たって感じですかね。まあ、スカイブルーに関してはね、前の動画出ましたけど、加藤でも製品化してるんですよ。で、リニューアルされた軽阪神カラーって今のところどのメーカーもないんで、ちょっとはそっちを期待したんですけど、今回は、デビュー当時でスカートはついて、デビュー仕様だけどスカートはついてるってやつですね。こちら、200系、通勤電車のうち東海道線山陽本線、福ちゃん使ってきた車を再現。点灯車運転台がスカートが、付けられた姿も再現し、ジェラモンが印刷済み。パンタグラフは終電終センターのパイプが1本で、外車が上下にいたの姿いいのかな。ヘッドライトやられた前面表示部が白色 LED の点灯で、ヘッドライトからプリズムされる電球色、近い色で再現。前面表示部交換式で印刷済みパーツ付属、交換用パーツ付属で、インネタ式と。で、今回ポイント1、無線アンテナが車体中央にある屋根を新規製作。そしてそのポイント2、山の選手と異なる戦闘車に関しては機器も新規製作。まず、クハ205、そしてクハ200。ATSP 機器箱は別パーツで再現。で、クハ205、スカート非強化の姿も新規製作し、形状の作り分けと。おー、なんか見てはいけないものを見てしまった。こちらですね。スターターセットの桃太郎と。まあ、今回はね、古希107で出るみたいですね。EF210 の、しかも桃太郎のあれなんだ。これはいいな。EF210、シングルアンプ搭載で無線アンテナ装置組みの桃太郎と。ヘッドライトは上電の基板で、モーターが109、それ、ナンバーが109、110、111、112。置いたら全部どこだ。こう連番で来ると調べやすいからすっげえ助かるんだけど。1台は新鶴見がいい。EF210、EF210、あったー！EF210、上から行きましょうか。109、スイタ、110、111、112、新鶴見と。なんかスイタ3台は、スイタ1台悲しくね？なんかかわいそう。まさかの新鶴見3台と。いいっすね。で、フライホイール付きのドルギンで M13 採用。で、国旗107。シャバンが印刷済みで、こちらが、画質がある。ちょっと待ってくださいね。1902、そして1945と。まずこちら、1902の方は UV54、あ、書いてあった、こっち。UV54A のフレートライナーが2個搭載。で、番号違いと。多分これあれかな。単品のフレートライナーでいいのかな。確かフレートライナー、あれが確か紙箱でやつあるんで。で、一応すると。で、国旗107、45フィートコンテナ、フリーデザインも搭載と。で、過去の9249は生産中止。過去の9249って何だろうな、レッドサンダーかな。ミックス9249検索。あれか、昔の黄色貨車の2両セットか。あ、違った。昔の、UV なんかかな。このでっかいコンテナと、
48A コンテナと 30D コンテナ3個入りっすね。あれが生産中止となって、今回はまあリニューアルの桃太郎でやります。なんかいいな。これはちょっとありだと思う。ちなみに当時のお値段が9200円なんですけど、まあ、今回はね、9500円ってことで、まあ、300円しか値上がってないで、まあ、実質リニューアルされた機関車と、まあ、この UV50A の、まあ、ヤマト運輸のコンテナに化けさせられる、ヤマト運輸じゃねえ、まあ、トヨタとかかな、わかんないけど、まあ、とりあえず腹痛とかいろんなコンテナ化けさせれるような、あの UV50A できたのはちょっとありがたいですね。だから、開墾いらねえ。開墾はマジゴミ。これは本当にいらない。まあ、そうですね、これはあれなんじゃないですかね。で、次。あとはディーゼル車なんでカットして、ちょっと、鉄コレとか一回。ちょっと鉄コレね、気になってるんですよ。N ゲージメーカー初の製品化なんで。鉄コレ。あれ鉄コレどこだっけ、あれあ、ジオコレか。ジオコレで、鉄コレで、新製品いかなきゃダメだったかな。こちらですね。間違えた。新着情報だった。最新ニュースこちらございます。まずね、テスコレ第30弾が出ます。伊豆急が入ってらしいです。で、続いてこちらですね。まあ、一番の目玉なんて言ってこっちでしょう。横浜高速鉄道の Y0 系、こちらがなんと出ますと。まあ、ちょっと期待かなと思いますね。というわけで、こちらを見ていきたいと思います。よし、両方入ってる。これあれだな。子供の国線、神奈川県岡本市の中津田から恩田、子供の国線を結ぶ、全長 3.4 キロの短い路線と。まあ、そうですね。Y0 系、同時期の東急電鉄3000系のベース車両だけど、まああれと。サントベルトと。2両編成3本、計6本、6両が投入され、まあ通常は2両編成で、あれですね、あれか、子供の国でイベントやったりすると、あとあれかな、なんかのイベント時になるとこいつらが2本繋がるのかな。まあそんな感じのね、まあ、編成でございます。で、こちら、牛電車ですね。いつからだっけ？あ、2年前か。2018年の遠征活性化イベント期間で運行開始した、当初は期間限定のようでしたが、大変好評のため継続し運行され、今年から運行を始めて羊電車も出てんだ。じゃあ出せよ、俺って言う、全部一気によ。まあ一応、牛電車と言ってますと。ちなみにお値段に関してはね、まあちょっとやっぱりラッピングの方がお高いんで、まあ3900円で1両約2000円ベースですね。いいっすね。これ、ちょっと欲しいんだよな。俺ずっとね、これ欲しかったんですよ、子供の国線って。ただね、子供の国線って、鉄コレでも N ゲージでもマジで全く落とさなくて。で、ずいぶん前かな、東急の3000系かなんかが、目黒線仕様が、あいつがなんかのイベントで3両セットかな出た時に、ああ、ゆくゆくは子供の国線出んのかなと思ってたら、まあ、だいぶ時間経ちましたね。まあ一応来年1月ってことなんでね、まあまあまあ面白いかなと思いますね。ただ子供の国線俺、ここ何十年乗ってねえんだよな。まあ、長津田に行く用事もないですからね。まあ、そもそも東急で長津田行く用事がないんで、ないな。まあ、むしろ俺が東急行くとしたら、まあ、あれか、長津田に電車が入庫するときとか、出庫するとき、まあ、更新層の日付と時間知ってて行くぐらいでしか、俺、多分ね、長津田行かないんで、まあ、そうなると別に横浜線の方からでも撮影できるんですよ。多分ね、東急は乗らないんだよな。まあ、一応今回ね、それということで、まあ、モーターとかもね、全部出るみたいです。モーターこちら20メートル級の A 用2番、にして、20メートル級 A の2ですね。で、TM14 番。で、交換用は TT03R の車輪径が 5.6 ミリ2両分黒。で、パンタグラフは CPS27N が2個入りってことなんで、まあそうですね、1箱で、1編成って感じですね。羊電車出ること期待。あ、ちょっと待って、イズムワークスだったっけ？ちょっと待って、イズムワークスが俺あれあるならちょっと欲しいな。イズムワークス、なんで俺のスマホイズムワークス入ってねえんだよ。どうなってる？あれタブレットも入ったかな。まあいいや。イズムワークス。あった。イズムワークス検索。まだ出てねえか、さすがに。確かね、イズムワークスね、東急用あるんですよ。あった、東急3000系用ありますね。東急3000系対応 2セット入り、まあそんな感じか。多分ね、これね、ライトレンズ等のだけなんで、まあちょっとドアがね、4扉と3扉ちょっと違っちゃうんですけど、おおむね大丈夫だと思うんだよな、これで。まあ、あとはイズムワークスがね、これ使って子供のグリスもできますよっつったら、ちょっとこれだけ2個通販で買って、そうだね、動画でちょっとやってもいいかなと思いますね。
まあ、頼んだ方が早いのか、それとも自分でやった方が面白いのか。まあ、ちなみに取り付けさせるには 2,3 時間程度必要ですことなんで、まあさすがに俺がやったら4時間ぐらいで終わるでしょ俺がやって4時間ぐらいで終わるでしょって言い方もあるんですけど、まあそうですね、正直俺これ好きかな、なんか懐かしいんだよね、子供の国戦。まあただ子供の国のとあるプルーは僻地だって言われてますからねあんまりね、これ動画ないですけど、子供の国であるね、スーパーあるんですけど、なんかね、すっごいね、あの上の方が来るらしくて、従業員はね、そこに落とされたら終わりっていう噂がね、俺がバイト時にあったんですよ。まあいいですね。で、次。一応、鉄コレ30なんですね。こちら。確かね、会津鉄道、あ、そうそう、こちらですね。まずこちら。鉄コレ第30弾、大変性能だし、往年の施設特急クロスシート車シリーズということで、一個だけ気になる。特急か？まあ、近鉄、名鉄はいいよ。で、会津鉄道もいいよ。おい、どこが特急だ、こいつ。知らねえんだけど、誰こいつ。小田急ってディーゼル車持ってたんだ。まあ、いいや。まず1番、2番ですね。会津鉄道。名古屋鉄道で活躍後、2002年3月から快速会津マウントエクスプレス巡行。2005年3月から2010年5月に引退まで、JR 会津若松から東武記念温泉間4社直通行しましたと。あ、引退してるんだ。初めて知った。そしてこちら2番、3番ですね。小田急電鉄、キハ5000円方。御殿場線乗り入れをキハ5000の開場して1906年登場。キハ5000系に比べ、シートピッチコスの特徴、1968年の御殿場線電化で活躍。で、先にこっち行きます。7番、8番、名鉄7000系、7700系。1973年登場で、7000系パズルの銅像の車内仕様ながら、全面短冊などが特徴。7000系などの並列運転は特急なども読み出したが、晩年はワンマン改造系2010年まで活躍。で、近鉄18200系。これもまだ、あ、こっちはもう引退して開始されちゃってるのか。1966年に京都柏原線でいいのかな、伊勢島方面直通特急登場。当時車両限界が、狭かった京都柏原線発生。他の特急車体幅が狭く、車体上も18メートルの短いのが特徴。あ、そか。だからそか、名鉄と同じなのか。なんか短いなと思った。3000系ビスカの平地化石は戦火が時期引退後、団体や青空2に改造され、2006年まで活躍と。で、ちなみにシークレットが一種と。気になるのがさ、会津鉄道にシークレット絶対ないでしょ。俺、こいつの中間車シークレットだったらなんかブチギレそうだな。で、小田急はこれでいいでしょ。そうなるとあれか、キハ5000のシークレット。で、まあ、4番ですね。4番、伊豆急行の110型。1960年、伊豆急行が開発されて、熊野110、片運転でして冷房解除の姿。お、冷房解除なんだ。いいね。そして、サハ180。全室一等車のサハ180の、片落ち車と。片落ち車って言っていいのかな。まあそうですね、1980年以降普通車に格下げ、セラセラ早い価値になりました。で、クモハン100型、両運転電車クモハン100型は1960年に登場し、全部で4台か5台いたのかな、ピーク時は。で、なお、クモハン100型のうち103号、現在、伊豆高原機にて、構内保存されていますと。かっこ、2020年8月3日現在、なお、保存車の姿は異なりますと。そうですね、ライトユニットが違いますね。あの、マイクロエスカラの伊豆急の100、あの、このクモハン103の俺、単行車持ってるんですけど、下田寄りだか、熱海寄りだかのどっちかがね、この車体と同じ色なんですよ。あの前面のヘッドライターは。だから片っぽの前面がこっちのなんか、なんていうの、グリーンっぽい色で、片っぽがこの色で合ってるんですけど、そうですね、確かにそう考えると保存車とは違いますね。てか、思うんだけど、結構、鉄コレって伊豆急好きじゃね ?4 両出したり2両出したり。で、まあ、名鉄近鉄と。どうなんのかな、シークレット何かな、ちょっと気になるっすね。でも可能性で言ったら多分ね、名鉄近鉄はないんですよ。100%。名鉄近鉄だったらちょっと俺切れる。それは切れる。あの、会津マウントの中間車以上に切れる。で、ちなみにちょっと調べてみようかな。キハ8500系。確かこれ、もともとあれだっけ？確か JR の、なんだっけな、ワイドビュー日だとの直通用なんだっけ？あった。名鉄キハ8500型。そうですね、北アルプスで、高山本線に直通する特急列車だったんだ。で、ちなみに、もっとその後はどうなったんだ？ちなみに何台が会津鉄道に移籍したの？それが知りたい。キハ8500、会津鉄道は、あー、まあ、概ね2両編成か。ちなみに会津鉄道時代がねえな。どこだ？そうっすね。あった。
会津鉄道時代、観光列車設備で、5両全車両が会津鉄道に譲渡されたんだ。ちなみに車両に関しては奇跡、キハの8500系が5両。ってことは全車先、あ、内訳は先頭車が4両、中間車が1両だから本当に中間車あったんだ。もう適当に言ったらマジであるとは知らなかった。俺中間車1両シークレットは、ちょっと切れるよ。面白そうだけど、あーでもそっか、まあ、中間車シークレット、まあ なくはないのか。多分2割ぐらいでしょ。でもそう考えるとね、伊豆急って手もあるんですよ。まあなんでかっていうと、今回、クモハ、サハ、クハ、クモハなんですよ。クハがないんですよ、今回。ただ、クハってなんだかんだ出てるんですけど、俺、可能性的にはね、伊豆急のクハの150番台の8割。で、会津鉄道の中間車2割かな。ただ俺、マイクロ持ってるから、伊豆急はいらんって感じですかね。というわけで、あとはね、バスコレ等々なんかいろいろ出てるみたいですが、気になった方はね、見てみてください。で、多分今日の、まだ情報出てないよね、トミックス。付属品とかの案内がまだないので、これは多分明日っすね。そうですね、明日になるかなと思います。というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でおっしゃーでした。